はい、どうも皆さん、こんにちは、なおです。今回はですね、はい、こちら、トレカーバンクルさんより紙袋の夏休みバージョンというものをね、はい、購入させていただきましたので、これをですね、4パック開封していこうかっていうふうに思います。で、これね、1個5500円で、まあ、結構ね、高額なオリパとなっているんですが、これのね、内容がすごくて、超ビッグパックっていうのを当てることができれば、2万5000円分のね、カードが入っているらしいです。はい。なので、今回はその2万5000円分をね、狙って、まあ、4パックね、開けていこうかなっていうふうに思います。で、4パックを、ロットで買うと、まあ、その必ず、ビッグパックは、1パックだけ入ってるらしいんですよね。1万円分ぐらいかな。で、それが入ってるんですが、超ビッグに関しては、4個買ったとは言っても、まあ、入ってるかはわからないっていうね、感じらしいので、まあ、1パックずつちょっと開けていきましょうか。さあさあさあ。久々の高額オリパですね。さあ、最初の一パック目がビーデルさんですね。はい。これ今回のコモンビーデルなんですけど、イラストめっちゃいいよね、これ。なんか、ワールドミッションのオリカみたいな、感じのデザインですよね。はい。さあ、行きましょうか。ちょっと怖いんですよね、これ。後ろがね、スリーブが入ってて怖い。おー、オッケーチライ来ましたね。はい、かわいいね。で、ケール。はい、女の子関連なの、これ。はい、カリフラ、リブリアンと来て、おー、これは嬉しい。はい、魔人とあの、おい、待って、ちょっと、マジか、ロベル入ってた。ちょっと待って、待って、嘘。一パック目からロベル入ってましたね。はい。いや、まさかの なんか女の子キャラのね、UR とか、シクレ、まあ、来るのかなって思ってたんですよ。こう、暗黒トアのね、シークレットとかね。まさかのロベルです。やばいな、これ。これもう、勝ちじゃない？これもう勝ちじゃない？あ、もうここにもロベルさんいるしさ。うわ、これは勝ったな。いや、すごいわ、マジか。一パック目からロベル引いた。うわー、すげえ。こんなことあるんだね。はい。じゃあ2パック目行きましょうか。そしたら今のがビッグパックだったのかな？どうでしょう？最近のロベルのレートそんなに詳しくないんですけど、1万4000円ぐらいですかね。で、悟空から始まりまして。はい。ベジータ。悟空。あ、プロモーションですね、これ。で、ベジータ。悟空。はい。ベジータ、悟空関連ですね。はい、合体戦士来そうだな。おー、来た。はい、ゴジータ GT の、UR と。そして、ベジットゼノの、はい、スーパーサイジン3。おー、でもこれが多分普通なんだろうけど、普通にしてもめちゃくちゃ良くない？だって、ゴジータ GT とベジットゼノだよ。ね、イラストも最高だし、このベジット普通に使えますしね。ゲットいたしました。かっこいい。そう、このゴジータ GT がすごくいいんですよね、これ。まあ、ゴッドミッション1弾のね、UR ということで。まあ、その、ゴッドミッションが始まった弾の最初の UR っていうので、まあ、すごい気合がね、感じられるカードですよね。もう、デザインもいいんですけど、超ユニット技がね、あのゴジータ使えるので、はい、それまだ見てないよっていう方はね、はい、僕のね、過去の動画に、このゴジータの超ユニ上がってるので、ぜひ見てみてください。はい、それでは3パック目いきます。はい。これは安心して見えそうだね。はい。ピッコロさん。おー、ピッコロから始まるんだね。ピッコロさん。はい。待って。ピッコロ関連で、なんかいたっけ？はい。ネイル、ピッコロ。あ、はい。いた。大魔王か。おー、懐かしい。ピッコロ大魔王と来て、おー、これまた懐かしい。待って。マジニアも入った。あ、これで終わりかと思ったら、最後の最後にマジニア入ってましたね。はい。ピッコロ関連のね。はい。3枚。これね、はい、状態もすごい綺麗ですね。はい。3枚とも状態すごく綺麗です。まあ、なかなかこの昔の段のね、備品とかって手に入らないと思うんですが、これはかなり綺麗ですね。はい。マジュニアとか懐かしいなぁ。これも一時期使ってたんですけどね。で、このね、大魔王の3倍。まあ、これも、どうなんだろう。今のバトスタとかでは見かけなくなっちゃいましたけど、うん、まあ、友情上げとかするときにね、はい、ハイスコア結構出るので、まあ、そんなのでね、結構使ったりしてます。で、テレパシーね、はい、懐かしいな。テレパシーとか、
ねえ、これピッコロのアルティメットレアって多分これだけだよね。まあ身代わりピッコロをねこのアルティメットレアにしてもよかったんじゃないかなっていうぐらいの差がありますね。さあそれではラストいきましょうか。いやー、超ビッグは今のところ出てないと思うんだよね。さすがにロベルはまあレート高いけど、超ビッグってもう値段で言うと2万5000円相当とかになるから、まあおそらくはまだ出てないと思う。いや出るかな、超ビッグ欲しいな。さあ行きましょうか。まずはウイスからですね。はい、これが未知数とシンクのゴッドメテオでしたっけね。はい、一時期話題になりましたねこちら。でジレン、お、イーシンロン、なんだなんだ、三神論、お、これはジャーク流関連かな。待って、そしたらあれ来たら嬉しい。ウーシンロンでしょ。あれじゃないかさすがに。おお、でもいい、はいはいはい。流神論のシークレット、いや、スーパーイーシンロン来るかな。スーパーイーシンロン、おお、そう来たか。はい、トランクス GT と来て、おお、スーパーオレン、おお、スーパーオレンも入ってた。はい、4パック目はこんな感じでしたね。はい、まあスーパーオレンもね、未だ現役ですし、高いですよねこれって。で流神論とトランクス GT、 まあこれでだいたい5000円分ぐらいみたいな感じだと思うんですけど、まあ販売価格だったら5000円ぐらいいくんじゃないですかね。はい、これもね、はい、ベジットスリートも結構高いですしね、これ、この左のベジットとかなんか何気に高いから、まあ普通にトントン、うん、トントンかちょっと負けぐらいっていう感じで編成されてるのかな。でこれに加えてですよ、ロベルさん、はい、これね、今回ゲットできたので、これでまあ大体爆アドになったんじゃないかなと思います。これが、全部で、いくらだっけな、全部で2万2000円だったんですよ。で2万2000円でまあロベルと、はい、まあその他こんな感じに入ってたとしたら、うん、まあ普通に勝ちじゃないね。まあこの子が多分大半をね、レートの大半を占めてると思いますけど、まあ普通に勝ってる気がする。で大体そのね、カードの状態綺麗なんですよこれ。はい、まあ肉眼で見る限りはもう本当に綺麗。多分初期欠とかでしょあっても。でロベルに関してはさあスリーブから取っていきましょうか。おー、スリーブなしのロベル久しぶりに見た。はい、こんな感じです。いや美しい。はい、で裏面が、はい、こんな感じです。さあどうかな。お、どこにも傷らしきものは見当たりませんね。はい、あー、まあ右上にちょこっとだけ、あ、ちょこっとだけあるかな、ゴミかちょっとわからないですけど、はい、ぐらいですね。という感じで、まあ今回はね、トレカーバンクルさんから、はい、紙袋の夏休みバージョンをね、購入させていただきました。はい、まあ結果から言うとかなり良かったんじゃないかなと。うん、まあ僕の大好きなロベル、これが出ただけでもね、すごく良かったんですけど、まあ他にもね、はい、こういうやつとか、いや、すごく嬉しかったです。はい。で、マジュニアと、こういうなんかちょっと、あれがあるんですよね。遊び心があるんですよね。この、ナメック星人3人とか、合体戦士の2人とか。で、これもね、ちゃんとゴジータとかにしないで、まあ、ゴジータとベジットにしたりとか。はいはいはい。なんかすごい面白いね。はい。オリパでした。で、最初にこうさ、何が出るかっていうのはわからないんだけど、キャラクターでこう推測していくっていうね。はい。まあ、女性キャラ続いたから、暗黒とはか、まあ、魔人とは、まあ、そこら辺かなって思ってたんですよ。で、そしたらね、まさかまさかの最後にロベルが来るというね。はい。もう全然ね、想像しなかったっすね。いや、普通にロベルが来るとは思ってなかったから、めちゃくちゃ嬉しい。で、地味にこの魔人とはのキャンペーンも集めてるんですよ、これ。はい。これデザインめっちゃ良くないですか？はい。これね、ユニバースミッション8弾だっけ？はい。前回のね、魔人とはのキャンペーンなんですけど、これがすごく綺麗で、そう。これね、集めてるんですけど、あ、7弾でしたね。いや、これも入ってたからもうめちゃくちゃ嬉しいんだけど。めちゃくちゃ嬉しいんだけど。でさ、現在、はい、こんな感じになってるんですよ。で、魔人とはの、18ポケまで残り1枚だったんですよね。ここ残り1枚。あと1枚プレイ用に使ってるから、ここにはないんですけど、この残り1枚のところに今からもこのままね、入れさせていただきます。はい。これで18枚。UM7 弾のキャンペーン魔人とは無事に18枚揃いました。イエイ。
ちなみにこっちにロベルゾーンとかもね、あるんですけど、これね、SR のやつとか。まあ、今回の、キャンペーンの、ロベル、キーソードロベル。まあ、あれはまた18ポケしようかなって考えてるので、まあ、ちょっとね、そこら辺のショップとか漁って、ロベルのね、キャンペーン集めていきたいなと思いますよ。はい、ということで今回ですね、トレカーバンクルさんの紙袋夏休みバージョン、はい、こちらをですね、4パック開封させていただきました。はい、まあ、総額2万2000円分ということなんですが、ロベルがね出てきてくれたので自分の中でも大満足です。はい、まあ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 、トレカーバンクルさんもね、結構頻繁に紙袋の方販売してらっしゃるので、バンクルツイッターだけ見てれば、まあ、そのお店の動きとか何が入ったよとか、これから何売れようっていうのが分かるから、まああれをねこうくまなくチェックして、でホームページでね、はい、まあカードとか、オリパとか、まあこういうね紙袋とか買ってみるといいかと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。